最強の要塞第3ステージに挑むのは10人。栄光のファイナルへと続く最終関門は今回リニューアルを敢行。予選会からコツコツと積み重ねてきたこの結果ですが、今回本当に運良くここまで来れたので、そうですね、やるからには来ました。惜しかったです。やっぱりこれが助けですよね。50人の登場、オールスターズも含まれています。果たしてこの秋のサスケで世代交代は起きるんでしょうか。7つのエリア、3つ目のエリアにはアルティメットクリフハンガー。この先を越えて果たしてファイナリストになるのは今夜現れるんでしょうか。この広大な土地にあるこのサードステージ、彼の部屋は4畳半です。その4畳半にサスケのセットを組み、夢を見続けてきました。予選会ステージのスタート地点に立とうとしています。ヒーローを目指します。手にした軽快な音を刻んでいる。26回大会最終競技者となりました。ゆっくりと回していく。前回はリアッと滑った。この予想以上の衝撃。さあ16秒10。さあ日本で生まれたのがこの緑山サスケならば、その日本の最終競技者、一番先へと進むことはできるのか。いつも夢見てきたサスケ完全制覇の夢、今夜達成することはできるのか。仲間たちと共にこのサスケのセットを組み、日々練習を積んできました。さあ小学生の時に初めてサスケを見た、そのテレビの画面ではいつか自分もそうなるんだと夢を抱いて、今回62番でこのサスケに挑んできました。過酷な予選会炎天下、その中を勝ち抜いてきた。あの時の気持ちを忘れずに向かってほしい。さあ片手指懸垂の男、四畳半のまた治療。さあどうか、どうだ、信じられない、全米中の夢。この大きな手、この15センチをついに初めて2メートル。
この長いバーは得意なはずだった。足をかけて、あ、小指が外れて、指が一本一本外れていった。今夜現れませんでした。立ちはだかるサードステージ7つのエリア、4つ目のアルティメットフリップハンガーを越えて先へ進む者は果たしているのかいないのか。前回元日24回ファイナルステージ、そして前回25回大会サードステージ、一体何名でしょうか。ファイナルステージの頂はこの10人が残るのを待っていたかのように、長さの異なる6つの命綱。さあ3本目4本目あっという間、漆黒の闇、地面を叩いて赤い絨毯を叩いて喜びを表す。超えた超えたコング高橋、両親に見せた最高の勇姿、いよいよ2階の後半エリアが明らかになる。さあ残るエリアは4567、肩の筋肉を削っていく。6メートル必死に回して進んでいく。さあ大きく体を振る。58キロ島根から現在は神奈川での鈍い鉄の音だけが緑山に響いています。さあ命綱ともいえる吊り橋号、足をかけてカタカタと不気味な音を立てている鉄のはしごに移りました。さあ初めてのエリアは右に左にと移動します。はしごを使って足場を固めながら、さあ先に行く。大丈夫だろう。さあ行けるか、滑ったのか、さあ行けるか、滑ったのか。夢が叶う日は決して遠くない。